こんばんは、こんにちはか。あ、始まった。やっほー、こんにちは。どうやってやんなきゃ。行こうか。あ、来た。こんにちは、やっほーと、AKB48 18期研究生の新井沙耶です。やっほー。そう、新年初配信です。新年明けました。今年もよろしくお願いします。今日は制服ネクタイです。やっほー、制服です。そうなの、今日は成人の日ということで、おめでとうございますですね。やっほー。ちょっと近づいた方がいいか、顔がなんかさ暗くなっちゃう。やっほー。今日は制服じゃん、ブレザー着てます。こんにちは。すごいいっぱいギフトとかもありがとうございます。イエイ。こんにちは。制服の日もしそう、今日は成人の日だから制服なんですよ。どういうことって感じだけどね。明けおめ。え、すごい、なんかおみくじ中吉。わあ、ありがとうございます。すごい、髪切りました。ボブ結構短くなっちゃった。こんにちは。髪短め、すごい、明けおめ。これ全部中吉なのかな。やった。明け中吉やった。すごい、いっぱいありがとうございます皆さん。あ、すごい。そうなんです、ラスト JK 高3でもうすぐ卒業ということで制服です。今日成人、え、すごい、大吉だ。大吉もあるんだ。今日は成人の日っていうことで、そう、私姉がいるんですけど、成人20歳だったので、家族でちょっと写真撮ったりもしたので制服です。でもレッスンがあるので後で着替えなきゃ。でもなんか配信だし、せっかくだから制服姿を皆さんにも見てほしいなって思って。今日もあるんだね。これいちいち反応してたらもうめっちゃ慌ただしい配信になっちゃう。はい、ということで今日は結構かっちりめ制服でも、ブレザー脱ごうかな、ちょっとかっちり見えちゃうから。あ、学校のやつじゃないんですよ。私の学校私服なので、なんて言うんですか、なんちゃって制服というものです。あ、すごい、今年も好きだよ、だって可愛い。え、今鈴鹿ちゃん TikTok ライブしてんの。嘘、あら。はい、そんな感じです。今年もよろしくお願いしますの回。え、でもブレザー着てた方がなんか可愛いかな。てよっかな、なんか背景と同化して見える。よいしょ、着とこう。ネクタイ自分で結べますよ、ネクタイ得意。以上、とりあえず着ときます。暑くなったら脱ぎます。よいしょ。はい、ということで今日は新年初配信なので今年もお願いしますって感じと、去年の結構最後の方あんまり配信できなかったりしたので、いろいろ振り返りつつ、いろいろお話ししたいなと思います。そう、あとね、なんか歌うも歌いたい、カラオケじゃなくてアカペラでなんか歌おうかななんて思っております。テロップ書きますね。テロップ、今年もよろしくお願いします。はい、これでいいや。やっほー。なんだろう、年末の話は結構年末いろ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 っていうかあって、あ、でもクリスマスの公演とかですかね、遡ると。
12月25、あ、てかお話し会もあったよね。お話し会じゃない、握手会か。楽しかったです、握手会。サンタさんしました。そうだ、思い出した、人生初サンタさんでした。そう、握手会がありました。あ、メロンパンさんからタワーありがとうございます。これどうやって見るんだっけ、これか。タワードイツ、メロンパンさんタワーありがとうございます。ありがタワーです。はいね、来てたみたい、ありがとうございます。そう、サンタさんでした。握手会でもサンタさんして、あとは12月25日のクリスマス当日の公演でもサンタさんの衣装みたいなのをアンコールブロックで着させていただいて、そう、特別にクリスマスメドレーも披露したんです。楽しかった。そう、クリスマス公演楽しかったです。なんかクリスマスの衣装めっちゃ当日知ったんですよ、私たちも。それを着る、もともとなんかそれっぽい衣装は着るかもみたいなのは知ってたんですけど、どんな衣装を着るかは当日知って、そう、めっちゃ可愛くてテンション上がった。でも暑かったです。すごい、ポンチョみたいなのがついてたんだけど、ラブチェイスとかあれで踊ったらめっちゃ暑くて、でも楽しかったです、すごい。そう、ノエルの夜ねとか懐かしい曲が多かったかな。そう、衣装を着れて嬉しかったです、可愛かった。クリスマス公演行きたかったね。そう、アンコールから、そうそうそう。みんな汗だくね。そうなんですよ。でも初めてクリスマスに、当たり前だけど初めて公演出れたので嬉しかったですね。その後はなんだろう、いろいろあって、28、27、28、そう、クリスマス公演で劇場デビュー、え、嬉しい、ありがとうございます。読めなかった、劇場デビューしたんですけどめっちゃ楽しかったです。よかった、嬉しい、ありがとうございます。そうで、そうなんです、大晦日も元日も公演やってました。はい、大晦日は全員で出させていただいて、大晦日はなんだっけ、あれだ、カラオケ大会みたいなやつを見させていただいて、見させていただいてっていうか、18期は本編にはあんまり出てなかったんですけど、言い訳メンビーを、そう、久しぶりに衣装を着させていただいて、そうなの、言い訳メイビーの衣装を着てステージに立たせていただきました。そう、嬉しかった。18期ね、そう、なんか8人みんなでステージで言い訳メイビー踊るっていうのがやっぱ特別感あったし、そう、前田敦子さんの衣装を着させていただいて、そうなの、嬉しかった。緊張したけど、緊張っていうか、なんだろう、そう、やっぱ背筋が伸びるじゃないけど、衣装を着させていただいて、より楽しくパフォーマンスできました。あ、すごい、なんだっけ、ミラーボール、わー、ありがとうございます。タワー、またどうやって、なんか見逃しちゃう、ありがとうございます。どれだろう、これか、くまさんの、あ、すごい、タツのタワーですかね、すごい。コウジさん、合ってる、コウジさん、タワーありがとうございます。タツ、クマ、クマとタツの合体。ありがとうございます。そう、大晦日はでも先輩方のカラオケもめっちゃ素敵だった。そう、見させていただいたんですけど、めっちゃ私、そう、あの時なんか時間なくて話せなかったんだけど、その言い訳メイビーの前、裏で待機してたんですよ。で、柏木さんのソロを裏で聞いてて、めっちゃ感動しちゃって、なんか
出番前なのに本当に泣きそうになってそう、でもそのくらいすごい素敵だったし、先輩が他の先輩方の歌もなかなかこうソロで聴ける機会ってそんなにないから、そうめっちゃ泣けました。ソファンレターめっちゃ素敵だった。皆さん素敵でしたね。私もいつか歌いたいなって思った。結構18期はコヒとかひなのとかも歌上手だからね、歌ってみたいですって思った。ソロの歌も聴きたいなってね。そうファンレターいい曲、歌詞が泣けましたね。村山優里さんも素敵だった。そうね、あとね、そう発表も結構あって、あれですね、公演の発表、ウェイティング公演な、村山優里さんがプロデュースする公演の発表とかあったり、そうあと総監督が変わるっていうか、なるさんになるっていう発表、びっくりしました。え、誰か来たよ、こんにちは笑われた。そうびっくりしました。でも私は何にも知らなかったので、なんだろうって思ってたらね、新公演も楽しみですね。なるさんはびっくりしたけど、でもそうすごくお世話になってるから、個人的にもだから、うん、なんか自分なりの形ですごいおこがましいけど支えられたらいいなって、支えるっていう言い方が合ってるか分かんないけど、でもなんだろう、こう、うんサポートじゃないけど、うん、負担を減らしていけるように私も頑張りたいなって思いましたなやさんじゃないですよなるさんじゃないよ。そんな感じかなね。そう一緒に盛り上げていきたいです、もちろん。そうはい、そんな感じね。意識高く、そうね、意識高く頑張ります。あとはなんだっけ、そうで大晦日はそんな感じ、公演かな。大晦日の公演はなんかやっぱり特別感じゃないですけど、やっぱ大晦日にあんな劇場のステージに立つっていうことがすごいことだなって思ったし、もう1年の最後の日を皆さんと過ごせて先輩方とも嬉しかったですね。でその翌日もまさかの公演っていう、元日公演任せていただいて、アンダー22選抜で、そうありがたかったです本当に。そうなの、元日公演は結構曲とかも初めて披露する曲が多かったり楽しかったです。あ、そう書き初めもねさせていただいて、両上輪心って書いたんですけど、なんか難しいやつを書いてみましたそう辰年っていうのにもかけて、なんかより、え、なんか今日いつもと違うね、なんかあんま可愛くない可愛いけど、可愛いよ、なんかダサいって言われたから、え、なんではい、すごい急に喋っちゃった。そう辰年にかけてその四字熟語にしました。でもあの劇場に飾られてる方の書き初めもあって、なんかそれはもうちょっと前に書いたから同じこと書くのはあれだなと思って迷ったけど、劇場に飾ってる方は信頼って書きました。信頼したいし、されたい、信頼できる、信頼される一年にしたいなって思って書きました。真面目あ、なんか相槌入った、そんな感じ、真面目聞こえてるし
こえてるし。もう今日劇場のやつ見に行った。嬉しい。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。習字うまかった。本当ですか？でも習ったことないんですよ習字。学校でやってたから、普通に授業でやっただけだったんで、うまく書けるかなって感じだったんだけど、そんな感じ。信頼大事です。はい、そう、元日公演はめっちゃ個人的に嬉しかったのが、すごい曲が嬉しかったんですよね。ニューシップとつぼみたちを初披露、18期研究生は多分初めてやったんですけど、そう、なんかやっぱ若手っぽいっていうか曲だったし、なんか新年の始まりにもふさわしいような、なんか旅立ち系、旅なんて言うんだろう、これから頑張るぞみたいな曲だったので、そう、ニューシップいいですよね。いい曲。そうそう、船出みたいな、そう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 、曲で、そう、新しい船出さ、そう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 です。つぼみたちもめっちゃいい曲、どっちも歌詞が本当に良くて、そう、しかもなんかダンスも結構元気系で難しかったんですけど、でも踊ってて楽しかったし、そう、若手の曲、そうですよね、そう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 、ニューシップ特に、でもつぼみたちもそうですよね。そう、嬉しかったです。元日からステージに立ててね、いい曲ね。ずっとここにいるの？うん、いない。なんで？ちょっと恥ずかしいからつぼみたちも研究生って感じね。いてほしくなさそうってきたちょっと恥ずかしいから、この人なんか真面目とかいじってくるんで、ちょっとね恥ずかしいんですよ。あ、これタワー、これってタワーですか？これまたタワーで、ありがとうございます。え、追い出そう派と出演してもらおう派がいる。バレてる。え、バレてるよ、当たり前じゃん、当たり前じゃんとか言っちゃった。はい、タワー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 。そんなこと、ゆうすけさんありがとうございます。クマとタツ、さっきのかわいい、ん、持ってない。うん、え、ちょっとだけ映る？え、やだ。え、やなの？やなんだって。え、見たいって言ってるよ。え、かわいいよ、かわいいです。これさ、見えないね、自分の顔。縦にした方がさ、見やすくない？これ縦に、え、でもさ、画面が縦になっちゃうんじゃないの？でもさ、これちょっとさ、見て、この状況だから縦にしたら絶対パターンなんだけど、無理だよね。うん、買えばいいのに。え、ない、持ち歩くの大変。あ、確かにの方がさ、でもさ、横にした方がさ、やりやすい、ちゃんと顔が映るくない？縦だとさ、ギュってなっちゃうの。はい、いいや、ひなちゃん可愛いって言ってるよ、みんな。嬉しい、飴あげる。やったー、のど飴。そこにあった、知らん。ちゃんひな充電器探してた。ちゃんひな姫カット。え、やだ、いじんないでよ。姫可愛いじゃん、いじってない、短い短いいじんないで短いんです。じゃあね、いなくなりました今日はなんかひなのはいつもと違う服を着てました。あ、まあ聞いてるし、なんかいつもと違う服でした。遊びに行ってきた。遊びに行ったの？何さん？浅いボール？違うらしいですはい追い出してないよ、出てった。のびのび喋れる。そう、ちょっとね、私歌いたいなと思ったから、でも歌うの恥ずかしいと思って難しいね。そう、今浅井にハマってる。え、なにこれ、すごい、わー、え、羽子板、すごい、こんにちは。なにこれは、ありがとうございます。これってなに、すごいタワーなのかな。え、すごい、ありがとうございます。え、タワーだ、ありがとうございます。なんかすごい豪華なタワーなんだ。ありがとうございます。ドイツメロンパンさん、任せなさいちゃんって書いてる。え、ポナ
あ、もう読めない。ありがとうございます。すごーい、かわいい。なにこれ、羽子板、かわいい。ダブルタワーって読むの。ありがとうございます。じゃあタワーが2個、ダブルタワー即興ダブルタワーポーズです。ありがとうございます。ありがとう、キラキラ、ありがとうございます。今なんだっけ、そう、ニューシップがいい歌って話をして、ニューシップをちょっと歌おうかなと思ったんだけど、歌うの恥ずかしくてやめちゃったっていう日なのがいなくなりました。そしてタワーありがとうございます。歌おう。じゃあ、新しい船、ちょっとなんか調が違う気がするやばい、こんなこと言ってたらまた日なのにいじられちゃう。よいしょ、ありがとうございます。歌えてる？どんな音だっけ。新しい船を出せ、夢の方をあげろ。なんだっけ。古い水夫のやり方を真似なんかしなくていい。新人水夫たちよ、仲間を信じろ。海図コンパス当てにするな、風に舵を取れ。こんな感じ？合ってる？イエイ急に歌いだした。あ、すごい、ありがとうございます。なんかミラーボールとかなんだっけ、サイリウム、ペンライト、ありがとうございます。急に低クオリティの歌を披露してしまいました思いつきで歌ったから、ありがとうございます。声好き、嬉しい。ん、歌もうちょっと上手いです。本当はもうちょっと上手いですとか言っちゃった。今ちょっと適当に歌っちゃった。つぼみたちは、あなたに咲かせてほしい大きな夢のつぼみ、雨風に打たれてもへこたれたりしないよ、大地に根を張って待つから、いつかください太陽を。絶対これ音違うんだけど、まあいいや。うまく歌えない、高いよね絶対。あなたに咲かせてほしい、こんぐらい、大きな夢のつぼみ。ちょっと原曲を最近あんま聞いてなくてそう、こんな感じな気がする。絶対高いよね。まあいいや、許して。今日はテンション高いので音も高めってことで許して。キー違う方がカバー感ある。ちょっと今日はなんか声が高いですね、これさ、カメラが絶対さ落ちちゃいそう。にゃー、なにこれ、にゃー、ちょっと待って、やばい、絶対これ事故ります。よいしょ、絶対音感はあるんだけどね。今日はテンション高いでも絶対音感あるって言うとひなのとかにバカにされるっていうか、いじられるので、ちょっとあんまりない C です。あ、事故りました。あ、ごめんなさい。画面用意する、ちょっと待って、これさ、どうしよう、すみません、事故りました。どう、こんなもん、よし、 OKOK。 いい、そう、ピアノやってたからね。こんな感じ、はいこんにちは、ありがとうございます。事故った、ごめん。え、これ配信できてるよね、大丈夫。あ、コメントが止まってた、こうか、よし、あ、できた、テンション高い、そうです、ありがとうございます。大丈夫ですか、見えてますか。あ、よかった、こんにちは。え、ピアノ弾きたい、いつか弾いてみたいです。
そんなに上手くないけどピアノ見えてるよ、よかったですね。弾き語りとかしてみたいな。勝手に家でたまにやってるけど皆さんにいつか披露したいです。こんにちはね、弾き語りしたい。衣装じゃないんですよ、なんちゃって制服。見えてないか、あんまし。見えてる、イエイ。え、握手会でピアノすごい。ネクタイの色は緑です。見える？緑っていうかなんか青緑みたいな感じ。よいしょ。はい、そんな感じ。急に歌い出して急になんか事故りましたが大丈夫ですか。そんな感じってめっちゃ言っちゃうかも。あれだ、口癖。髪型可愛い、ありがとうございますね。口癖なんか、うんはい、また言いそうになった。ん、あ、そう、前座も出させていただきました。昨日か、ん、一昨日、昨日、ん、昨日、あ、違う、フェスか、その前に。そうだ、ありがとうございます、教えてくれて。そう、フェスは1月3日、そう、1月1日に元日公演があって、1月3日に初夢ライブ、そうです、アットジャムさんのフェスがありました。楽しかった、新年初フェス。そう、フェスでは涙サプライズを1曲目でやらせていただいて、そう、涙サプライズ愛理さんとダブルセンターさせていただきました。嬉しかった。そう、涙サプライズも初めてやったんですよ、なんだかんだで。そう、授業終わるベルが鳴ったら不意に君を目隠しして、そう、涙サプライズ初めてやりました。でもダンスもなんか元気な感じで楽しかった。そう、瀬戸りめっちゃなんかね盛り上がる感じでした、新年っぽくて。涙サプライズ良かったね。そう、歌い出しをアイリさんと2人で歌いました。嬉しかった、推し、憧れのアイリさんと。嬉しかった、愛さえ初めて聞いたけど嬉しかったです。そう、それで涙サプライズから始まり、なんとなんかすごく長いメドレーをやらせていただき、あ、そう、愛ちゃん、愛ちゃんだった、愛理さんって言っちゃいますが愛さえ浸透したらいいなはい、で、そう、メドレーもね、すごい、メドレー自体も全然やったことなくて、メドレーすごかった。前しか向かねえから始まり、あとなんだっけ、もう本当にねすごかったんだよ。長くて、長くてって、いろんな曲をやらせていただいて、なんだっけな、次の曲なんだっけってなりそうになりながら、でもちゃんと覚えてやってました。前しか向かねえ、 Give me five、 Give me five やって、10年桜やって、10年桜終わった後は初日だったかな、初日合ってるかな、で初日やって、なんだっけ、もう本当にやりながらじゃないと思う、そう、走れペンギン、すごい、コメントの方が教えてくださってる。初日やって、走れペンギンやって、彼女になれますかやって、オンリーツデーやって、あの夏の防波堤かな、多分。そう、彼女になれますかもいいですよね、初めてやります。え、でも本当にほとんど初めてやったかも、めっちゃいいですよね。
ギブミーファイブも珍しいかも。確かに、そう、あんまり18期ではやったことない。そう、だからオンリーツデーとかボハテとかはやったことあったけど、そう、本当にほぼ初めての曲が多くて、そう、嬉しかった、嬉しかったです。瀬戸り良かった、めっちゃ。そう、初日もやりました、嬉しかったです。初日が泣けるね、歌詞が良い。そう、Give Me 5も良かったな。そう、ちゃんと覚えてるちゃんと覚えてたね。それでそのバーってメドレーやった後にラストのハッピーエンドっていう、意外ですよね、ハッピーエンドなのもね、びっくりって言われる、言ってらっしゃる方が多い気がして。そう、ハッピーエンドもめっちゃ好きな曲で、もともと振り付けもめっちゃ可愛い、でも結構難しい、難しいっていうか早いから大変だったんだけど楽しかったです。いい曲。夢をなぜ見るのでしょう、覚めてしまうのにねえっていうやつです、歌い出しが急に歌い出した。そう、小栗さんセンター、小栗ゆいさんセンターで、そうです、そうです、レナッチさんみんな聞き惚れた、そうです、そう、マサイさんがセンターでした。あ、歌っちゃう、歌っちゃう、そうそうなの、いい曲。そうそうそう、嬉しかったです。可愛いんですよね、あの振りも可愛い曲でした、嬉しかったそう、歌い出しのまさやさんもめっちゃ似合ってて素敵だった。いい声、嬉しいです、ありがとうございます。そう、ハッピーエンドは前日に振り入れとかでめちゃくちゃ大変だったんですけど、私は割となんか好きな、好きな振り、なんて言うんだろう、うん、踊りやすいっていうか、なんて言うんだろうね、踊っててめっちゃ楽しい振りだったので割と楽しく踊れました、本番も間違えずに。でもめっちゃ元気よく踊ってましたそう、はっちゃけて踊ったそう、くの字ジャンプそうなんです、そう、撮っちゃう撮っちゃうとか振り付けにあって可愛い、めっちゃ楽しかったです。歌もいい歌、私松岡花さん大好きなんですけど、折り面なんですよね、そう飛びすぎそう、くの字ジャンプ飛びすぎ、そう、 HKT さん好きで、そうなの、いつも元気に踊ってる、そう、なんかね結構びっくりされることが多いんですよ、さえちゃん意外と元気パフォーマンスなんだねって。くのじジャンプ綺麗すぎた、嬉しい、そう、ジャンプ、そうなんです全力で踊ってました、新年早々そうでね、なんかアドレナリン出すぎて本番怪我、なんか怪我っていうかちょっとすりむいちゃってて、そう、本番中気づかなかったんだけど、でももう治ったのでいい感じ。女の子でも走らなきゃ歌いたいです、いつか。でも HKT さんだからわかんない。走らなきゃ走らなきゃ女の子だもん、恋をすると急ぎたくなる急に歌い出す、私本当に毎回急に歌い出しちゃう、歌いたくなって歌い出しちゃう。いい曲です、かわいい、そう、ずっと楽しくて急に歌い出しちゃって困惑させてしまってますねそう、急に歌い出しちゃう、なんか普通に普段の私生活でもなんか急に歌いたくなっちゃうんだよね、歌うの好きでそんな感じ。メロンジュースも好きですよ。あ、キスは私しかない、めっちゃ好き、必然的恋人も好きです、好きな曲いっぱい多い、
ぱいあります。あ、桜みんなで食べたも好き、好きです。好きな曲いっぱい、いいと思いますってきた。あ、今ハッピーは好きですよ。そう、いっぱい好きな曲あります。急に踊り出さない、うーん、踊り出すかも。でも街中ではあんま踊らないけど、なんかひなのとか一緒にコンビニ行ったら踊り出すかちょっと恥ずかしい。そう、え、大人列車大好きです。好きな曲多すぎ。そう、 HKT さんめっちゃ好きで、でもあの他の姉妹グループさんも好きです。これ今何時だろう。私いつも時計を持っていない、学ばないです。そう、36分ありがとうございます。え、めっちゃ時間経ってた、もう30分以上経ってたんだ。45分くらいにまでやろうかなって感じです。そうで、フェスがあって、あ、時間教えてくれてありがとうございます。フェスがあって、その後前座でしたね。 HKT は元気な曲多くていいね。そう、 HKT さん元気、最高かよとか好きです。そう、これからレッスンなので終わらないといけないけど、そう、前座もありました。前座は久しぶりでした。結構久しぶりだったけど、でも楽しかったです。カスミンと出番前に練習して、そう、でもあの初めてだったんですよ、カスミンと一緒に前座出たのが。だからちょっと緊張もしたけど楽しかった。レッスン頑張ってありがとうございます。初恋バタフライも好きです。そう、前座僕の太陽公演、はい、 MC もちょっと出ました、ちょっと出ましたとか。そう、遊びに来てありがとうございます。え、嬉しい、連番した子がおた、あ、嬉しい、ありがとうございます。そう、なんか前座でも結構サイリウム黄色黄色でも、クロスさんが出てらっしゃったのでその方かもしれないんですけど、でもあの振ってくださってる方がいて嬉しかったです。あのコールとかもしてくださって、結構久しぶりの前座で緊張してたんですけど楽しんでパフォーマンスできました。そう、嬉しかったです。前座、そう、2024年一発目の新年初前座だったので緊張したけどね。今度は公演もあります。12日は公演です。楽しみ。もうでもあれですよね、多分終わってるかな、あの応募期間って感じなんですけど楽しみです。そう、前座も楽しかった。公演の後お話し会、そうだ、今週ですね、お話し会も楽しみ、よろしくお願いします。12日当たった、嬉しい、楽しみですね。3月のコンサートもありがとうございます。そう、いっぱいお話し会とか楽しみがこれからもいっぱいありますね。そんな感じってまた言っちゃった。うん、お話し会も楽しみ。じゃあ歌を歌って楽しんで歌って、あ、全身見せてってきた。全身さ映んないんだよね、この距離だと。はい、突然のスクショタイム。何のお歌歌いますか。え、歌ってほしい歌ありますか。アカペラで歌うけど。40分でありがとうございます。あ、ありがとうございます。ミラーボールカエルの歌まさかのカエルの歌。え、48グループさんの歌とかかな、歌える曲が。メロンジュースだから、メロンジュース買いはメロン、あ、歌詞がわかんない。ナナ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 ナ、ドアスしちゃった。あなたにあげたいメロンジュース。 HKT さんも歌えるし、 AKB のグループも知ったかぶりいいですね。どんな
つだっけ。僕が知らないことばかりが周りに満ち溢れてる。大人は分け知り顔して間違えてるよ。舌かぶりその下に埋まってる。君は宝探すべきだ。ここではない場所で僕じゃない誰かと。急に歌ったから緊張した。センター曲ありがとうございます。ありがとうございます。今日はテンションが高いので、あの歌声もちょっと高めですね、いつもより。最高、嬉しい、ありがとうございます。ロマンティック秒、ふわりふわり浮き上がれ、現実を忘れよう、悲しみはここに捨てて。緊張してるよ、緊張してる。未来はいつも思ったよりも優しくて風景、かしちゃってる。意が不意に滲んでくる夢が叶うと。すごい、急にいっぱい歌い出しちゃった。この息遣い、脈の打ち方、僕はドキドキドキ。僕らのユリイカ発見したんだ。ずっと近くにいたのに、初めての感情を夏の太陽に目を細めた時、君のことを綺麗だと思った。急に歌い途中で次の曲に行っちゃうっていう、ちょっとマイペースすぎるです、私。マイペースすぎる。すごい、メドレー、謎メドレー。謎メドレーですよ今。もうあのコメントで目についたものを急に歌い出すっていうことをしておりました。タレオはエメラルド、腰に巻いた夏。合ってる？急に、いいよ、自由に生きてたって。すごい。どのグループでも歌えます、割と。多分48グループさんは結構。3-2なら孤独が残る。あ、テモでも歌いたい。こんなに会いたくても、こんなに好きでも、目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ている、この場所から。こんなに会いたくても、こんなに好きでも、振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない、でもでもの涙。いい曲。お時間です。はい、じゃあランキング読みます。突然すぎるけど、急に歌い始めて、急に歌い終えて、急にランキングを読みます。はい、すみません、マイペースで。13位、たくまさん、ありがとうございます。あ、映ってる、よいしょ。13位、たくまさん、ありがとうございます。はい、12位、よしあきさん、ありがとうございます。11位、まゆうさん、かみおしさん、ありがとうございます。10位、あっくんさん、さえちゃん見守りたい、ありがとうございます。9位、ペイちゃんさん、ありがとうございます。8位、焼きそばさん、ありがとうございます。7位、トミーさん、ありがとうございます。7位、6位、ゆきおさん、ありがとうございます。5位、まことさん、ありがとうございます。4位、ナーラブさん、ありがとうございます。
そして3位、そんなことゆうすけさん、ありがとうございます。そして2位、こうじさん、ありがとうございます。最後に1位、ドイツメロンパンさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。この後はレッスンなのでレッスンに行きたいと思います。次回はまだ決まってないけど、なんか歌うの楽しかったので、ちょっともうちょっと次回はテンションを落ち着けていっぱいちゃんと聴いてから歌おうと思います。そんな感じ、テンション上げていいよ。本当歌もっと歌いたかったな。さっきなんか、あ、そう、歌いたいと思った曲、遠距離ポスター、近くにいるのに君は切ないほど手が届かない、遠距離恋愛しているみたいに、なかなか会えないけど誰よりそばにいる。遠距離ポスター歌いたいって思ったんだ。はい、またします、歌います。もっとさ、なんか歌う曲ちゃんと決めてからやった方がいいかな。でもここで見つけたものを急に歌い出すっていうのも楽しかったです。パチパチ、ありがとうございます。みんな優しい。有線のイヤホン貸すよ、久保ひなのから来ました、ありがとうございます。恥ずかしい、見られてたんだ。じゃあね皆さん、最高のエンディング嬉しい。他の48さんの曲も、坂道さんとかも歌えると思うので、また歌いたいと思います。じゃあみんなありがとう。即興楽しい、よかった。じゃあまた即興もします。バイバイ、レッスン行ってきます。ありがとうございました。制服写します。はい、バイバイ、ありがとうございました。切ります。どれだ、これか。バイバイ、ありがとうございました。またね。